皆さんこんにちは。それでは論文直前予想会、企業法担当いたします、レクセニ講師の森村です。今日は時間が15分しかなくてですね、絶対延長はするなと厳しく言われてますので、もうすいません、事前にマークしちゃってます。後ろの方にありますですね、これは何だったっけな、論文本試験出題分野論点、平成18年から平成28年になってますけど、すいません、これ平成28年じゃなくて、令和元年までですね。これ後で皆さんにお配りするときには、令和元年に直しておきます。でその一番最後のページをご覧ください。令和元年このページですね。で、何が出てるかというこの出題分野予想ですね、過去10年間を見てみます と、ピンクで塗ってあるのがこれ期間ですね。期間というのが過去10年間にですね、過去10年間に、9回出てます。出なかったのは1年だけってことは、期間はまあ当たり前ですけれども、今年もやらないわけにいかないですよね。一番出題可能性が高いですよね。期間はピンクで塗ってあります。で次に出題頻度が高かったのがブルーで塗ってあります株式です。株式10年間に5回出てます。株式10年間に5回ですね。まあ、連続して出ることはありますけど、大体2年に1回は出てるわけですよ。ところが、前年前々年、平成元年と令和元年と平成30年、2年連続で株式出てませんから、まあ期間と株式はこれやんなきゃいけないですよね。あと設立なんですけれども、設立が前回出たのはいつかと言いますと、平成22年、西暦ですと2010年です。でその前はというと、さらに遡ること5年前の2015年です。2015、2020、2010、2015、そうだ、こっちが先でしたね、ごめんなさい。2015でその前遡って5年前2010年ですよね。だ2010、2015、そしたら次は、今年2020年じゃないでしょうかということで、設立はやっぱりやっておかなきゃいけませんよね。設立の中でまた後でお話ししますけれども、設立費用は特に、しっかりやっといてほしいですね。であと逆に出なさそうなのは、2年連続で組織再編が出てるんですよね。これさすがに3年連続はないんじゃないかとは思います。まあもちろんこういう消極的な山を張るってのはすごく良くないことではあるんですけども、まあ出ないかなと。で、じゃあその他の分野はと言いますと、過去10年間に資金調達が3回出てるんですよね。資金調達3回出てまして、で、資金調達は前々年の平成30年にも出てるんですけれども、残ってるというか、今度ローテーション的に資金調達で出そうなのが新株予約権と、あとは新株発行の差し止め無効ぐらいはやっといた方がいいでしょうね。あと次、計算がですね、計算が10年間で2回出てるんですよ。で、確かに去年出てるんですけれども、これ、帳簿の閲覧請求権という計算の中でもかなりマイナーな論点でしたので、計算の中心である分配可能額、に関してはやっぱりやっとかないとまずいですよね。461条から465条っていう条文、それに関わるところは見といた方がいいです。あとその他ですと、その持ち分会社、まあ持ち分会社は平成18年から出たことないんですけども、投下証の回収だけはやっといてほしいなというふうに思います。はい、それでは、ここからですね、次は論文グレードアップ等連の出題論点を見ながら、志村先生からお預かりした志村先生の予想というのを見ていきます。で、まずはですね、志村先生の A 評価、 A 論点ですね。
で、まず1番が協業使義務です。協業使義務はロングレ東連の6回目、ロングレ東連6回目のですね、第2問ですね。協業取引関係です。で、これは、なぜこれを A としたのかと言いますとですね、協業使義務については平成18年に出題されてますけど、まあ随分それ以降出てないんですね。で、平成27年の司法試験でですね、この、問題集、理論問題集の第36問の問題が、これが、フルセットで出てるんですね。これがフルセットで出てますので、これも見といた方がいいんじゃないかというのが志村先生の予想です。私も協業使義務については、協業使義務ロングレの6回目ですね、B 評価をしてます。やっぱりやっとくべきですね。で、志村先生2つ目の、A 評価論点ですけれども、これが429条1項、取締役等の第三者責任ですね。これは論文公開模試、今日皆さんお受けになった論文公開模試で出題しました。ここですね。これは私も、A 評価。あ、待てよ。429条は、私も、これは A 評価ですね。問題集ですと47問、48問ですよね。で、これはまあ、取締役がなんか悪いことして、それで第三者に損害が及んだ場合には、最終的には金で片付けるしかないわけですから、事例問題で、出題されるときに最後の後始末として429条か423条というのはどちらも出る可能性は高いですよね。で、次が、志村先生の A は経営判断の原則、ロングレの7回目ですね。ロングレの7回目、経営判断の原則ですね。で、この問題が出たときには当てはめが重視される問題となると思いますので、で、絡んでくるのは423条が絡んでくると思いますので、これもその423条後始末の問題として出される可能性は高いですよね。で、私もこれは B 評価をつけてます。で、次、志村先生 B 評価としては、株主総会について、ロングレの第2回の問題です。ロングレの第2回の問題ですね。第2回第2問です。で、これはですね、それともう一つ株主総会については、ロングレの第9回第2問、第9回第2問というのも、これも株主総会の問題。で、こちらの第9回第2問の方はですね、これは司法試験の予備試験の問題です。で、私もこれ B 評価をつけてるんですけれども、司法試験あるいは予備試験で出された問題がその後すぐ会計試験で出題されるってことは結構ありますのでね、これはしっかり見といた方がいいと思います。で、次、志村先生 B 論点は、新株発行無効の訴え、ロングレの第7回ですね。ロングレの第7回、ここですね、新株発行無効の訴えというので、私も C 評価をつけてます。で、差し止めについては、ロングレの第4回の第1問あるいは第7回の、問いの2ですね、この新株発行の無効と差し止めっていうのは、まあ、新株発行の一番ど真ん中といいましょうか、一番メジャーな論点ですので、これはやっぱりやっといた方がいいですね。で、あと志村先生 B 論点、事業譲渡、これは、今日受けていただいた公開模試、公開模試ですね。で、これはまあ定義は皆さん書けるようになっていると思いますけども、関連論点も押さえておいていただきたいというのが志村先生のコメントです。まあもちろんこの組織再編絡みの論点っていうのは2年連続で出題されてますので、まあこれが出るかって言われるとちょっとまあどうかなっていうところもあるんですけれども、ただですね、平成27年の司法試験、そして司法試験の予備試験でもですね、称号を引き続き使用する場合というのが出てるんです。
だからこの論文公開模試の第2問の問いにですね、第2問の問いにこれですね、私も B 評価つけてますけども、これはやっといていただきたいところですよね。で、次、志村先生の C 論点に行きますけども、監査等委員会設置会社の問題です。論文、ロングレ答練の第1回の問題ですね。ここですね。第1回の問いに。で、これはですね、平成26年の改正点っていうのがもうどんどん出ちゃいましたけども、その残ってるかなり大きな論点として、監査等委員会設置会社の問題ですね。制度説明型問題になると思います。で、大きなテーマで言うと、企業統治というのは、まあ、近年注目点の一つですので、これはもう出されても全然おかしくないとこだと思いますね。で、次、志村先生 C 論点は、譲渡制限株式の論点、ロングレ答練の2回目。ロングレ答練の2回目ですね。で、譲渡承認については、承認手続きに関連した条文の主題も考えられますので、その関連条文というのは見といた方がいいと思います。で、C 論点最後は、権限の異常ですね。ロングレ答練の第1回の、問い2の、第2問の問い1ですね。これですね。代表取締役の選定解職の問題です。これがまあ最も典型的な論点なんですけども、権限異常の基本的な考え方を押さえておけばですね、それ以外の取締役会の決議事項を株主総会に持ってくるという論点も応用が効くと思います。私もこれは B 評価にしています。で、あと、私自身の評価にしてとしましてはですね、A つけたのが株主優待制度、第1回目の問題1ですね。株主優待制度は、まあ、株主平等原則との絡みで、株式でまあ一番、なんて言いましょうか、基本的な問題ということで、これはやっといた方がいいと思います。で、次が、設立費用ですね。第3回の設立費用。で、これが私としては一押しですね。設立費用。第3回の2ですね。で、特に未払いの設立費用に関して、その、債権者は誰に請求すべきなのかっていう、そういう論点ですよね。発起人に請求すべきなのか、会社に請求すべきなのかということで、いわゆる再協議説だとちょっと書きにくい論点なんですよね。ここは書けるようにしといてほしいです。あとは、失念株。第6回で取材しました失念株ですね。名義書き換え忘れてたら、その間に新株発行がなされちゃったりとか、株式分割がなされたり、剰余金の配当がなされたりっていう、そういう問題ですね。何で聞かれるかはわからないですけども、これもやっといた方がいいですね。であとは、有利発行。有利発行第7回の問い2の有利発行絡み。これも試験員の先生が論文書いてたりするので、やっておかれた方がいいですね。で、このロングレ答練と公開模試についてはですね、去年は小問4問中3問ほぼそのまま的中してますし、一昨年もその前の年も小問4問中2問がもうほぼそのまま出てますので、これはぜひですね、ロングレ答練、これはどの論点が出たってだけじゃなくて、今からでも遅くないですから、まとめてお買い求めいただく方がいいんじゃないかと思います。まあ、去年もそういう形で、お買い求めいただいた方で、そのまま出て、そのまま書いて合格しましたっていう、方も何人もいらっしゃいましたのでね、ぜひ、ご検討をいただきたいと思います。はい、もう時間となってしまいました。それでは、企業法はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。はい、それでは論文出題予想会、管理会計論と経営学の、ガイダンスの方を始めていきたいと思います。担当はレックス専任講師二宮です。よろしくお願いします。
はい、皆さんもしお疲れ様でした。初めての2日制ということだったと思うんですけど、まあ、かなりね、疲労困憊だと思いますが、まあ、ちょっとお時間いただきまして、管理会計と経営学について手短に予想の方をしていきたいなと思います。で、お手元の方にこちらの予想会のレジュメですね。もう管理会計と経営は投資でやっていこうと思いますけども、まあ、こちら2部ね、ご用意ください。で、まず、まあ、管理会計の方から始めていきたいなと思いますけれども、まあ、管理会計はまあぶっちゃけそんなにね、当たる当たらないっていうところが、大きく影響しない科目なのかなというふうには思うんですけども、まあ、一応、まあ、過去の出題実績とか、まあ、今年の試験、ちょっとここが怪しいんじゃないかというところをね、簡単にまとめてあります。で、もう論点別にまとめているんですけども、まあ、1ページ目開いていただくと、まあ、非目別計算っていうところから、まとめていますが、まあ、去年ね、非目別計算と部門別計算と、あとまあ個別原価計算っていうのは流れでね、総合問題問うような形で出たことが出ていますので、まあ、今年の試験に関してはちょっと非目別計算とかは出る可能性が、まあ、弱くなるのかなとは思うんですけども、まあ、とはいえ、3回に1回ぐらいの頻度では出てくるところではありますので、一応対策としては取っておく必要性はあるのかなと。で、個人的にちょっと、細かいところで申し訳ないんですけども、この外注加工賃の会計処理とか、本試験直前には見直しをしていただきたいんですね。まあ、これまで新試験になってからは、一回も出されてはいない論点ではあるんですけども、まあ、出てきた時にもうはっきりとやってる人やってない人で差がついてしまうところなので、設問の一つとして、配点としては4点とか5点とかね、振られて出される可能性はゼロではありませんから、まあ、対策としてやっておけば、いいのかなというところで、本当に直前期にやっていただくと十分なんで、試験1日前とかに見直しをしていただければ十分だと思ってください。まあ、外注加工が出てくるような仕分けですね、それを確認してください。で、あとはまあ、論点としては、まあ、材料費とか労務費とかね、まあ、この辺の計算ありますけども、まあ、材料費会計とかはね、あんまり出る可能性は低いかなっていうところで、まあ、どちらかというと、労務費の方が、まあ、個人的に怪しいんじゃないかなとは思いますんで、で、こっちの方が苦手意識持ってる方も多いと思いますから、まあ、労務費会計は、プレ討論とか論文のグレードアップ討論の方でも、これまでも出しているかと思いますので、持ってる教材でちょっと対策の方は取っておいていただきたいかなというところです。はい。まあ、担当の時みたいに、そんなに細かいところをね、詰める必要性っていうのはないので、与えられているものだけ確認しておけばね、大丈夫だと思ってください。で、次の部門別計算についても去年、まあちょっと問われているというところで、で、まあこれも2年に1回ぐらい何かしら問われるっていう感じのところではあるんですけれども、まあ今年は相対的に出る可能性は低いのかなというところです。で、もうがっつり総合問題丸々1問みたいな感じで部門別計算が問われる可能性は相当に低いので、まあそんなにものすごいね、時間を確保しなくても大丈夫かなというところです。ただ、ここはね、しっかりと見直しをしておいていただきたいんですけど、この丸三番に書かれてますが、この補助部門費の配付と責任会計のところですね。これは、去年もね、ちょっと問われているところで、なおかつ平成29年でも総合問題丸々1問みたいな形で問われているところになるので、まあ出題頻度が高いところになりまして、なおかつ意外とかけてる方かけてない方ではっきりと差がつくところになるので、ある程度この分野については問題集に記載があるね、その表現通りに覚えておくっていうのが対策としては必要かなと思います。結構自分の言葉で書いてしまうと近い表現ではあるんですけど、絶妙にニュアンスが変わってしまうってことが、まあ、起こり得る分野になりますんで、まあ、ここは丁寧にちょっと押さえておいた方がいいかなというところですね。まあ、あとはあんまり部門別計算の理論対策っていうのもそこまで必要はないかなとは思いますので、まあ、ここぐらいをね、ちょっとしっかりと見直しをしていただくとよろしいかなというところです。で、次の2ページ目ですね。まあ、個別原価計算ということで、まあ、これはもう昨年度出されているっていうところもありまして、まあ、ちょっと出る可能性は低いというか、まあ、仮に出てきても、個別原価計算そのものが難しくなることっていうのは基本的にはありませんから、まあ、他の論点と絡めてそっちの方が難しいと、非目別計算と絡めて出してきたり、部門別計算と出して絡めて出してきたりするところになりますんで、個別原価計算の手続きそのものが何か難しくなるっていうことはないのかなと思いますので、まあ、何か特別な対策がいるかっていうとそういうものでもないかなと思います。はい。
ただここはちょっとね、理論対策はやっといた方がいいかなというところで、まあ、理論は問われてもおかしくないかなとは思いますので、こういった子孫自費の直接継承とか間接継承とかですね、まあ、この辺は丁寧に押さえておいた方がいいかと思います。はい、あとはまあ出されるとするならば、この個別から区位別に変更とかっていう、この原価計算方法の変更ですね、まあ、この辺が問われてもおかしくないかなとは思いますので、個別から区位別とか区位別から個別に切り替えていくっていう、まあ、そういった原価計算方法の変更に関する総合問題ですね。でそれに付随して理論問題とかも問われる可能性があるので、ここはケアしておいた方がいいかなと思います。はい、まあ、ちょっと原価計算はね、あんまりその試験員どうこうっていうのが関係ないところになりますんで、どうしても見通しが立ちづらいところではあるんですけれども、まあ、最低限ちょっとね、一応与えられている教材についてはね、内容確認はしてもらいたいなとは思います。で次の4番の製造間接費会計ですけど、ここはまあ例年出ているところというか、公式用変動予算使った再分析とか固定予算使った再分析ですね、まあ、この辺はもう今更できない方はいらっしゃらないかなと思いますので、そんなに特別な対策はいらないかなっていうところで、で理論対策にしても昨年度固定予算の欠点を答えさせる問題とかが出ていたので、まあ、そういったものは出る可能性がちょっと低いのかなと思います。まあ、なんか出る可能性があるとするならば、こういった基準操業度の選択と操業度債の性質ですね、まあ、基準操業度に何を選択するかによって計算される操業度債性質が変わってくるわけですけど、まあ、その性質に応じた、まあ、理論的な会計処理ですね、理論の問題集にも掲載があったかと思いますけど、まあ、ここは過去にも何度か問われているところで長らく出ていないところにもなりますから、まあ、対策は取っておいていただきたいかなというところです。はい、で続けて3ページ目ですね、総合原価計算ということで、まあ、割とここが個人的には本命なんですけども、まあ、総合原価計算ですね。で、まあ、今回模試でも出していましたけども、まあ、連算品の計算がやっぱり怪しいところかなと思ってはいまして、連算品とかこの副産物の処理のところですね、ここはしっかりと、まあ、ケアしておいていただきたいところになります。連算品の計算っていうのは、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんけど、まあ、もともとはね、論文の網掛け論点ではなかったというところで、まあ、ここ数年で網掛け論点になったところになりますから、あんまり過去に出題実績が、まあ、多くないところになりますんで、まだ、割と手つかずの分野っていう感じになりますから、試験問題もいろいろね、出しようがあるっていうところになりますんで、試験作る側としてはね、結構出したい論点ではないのかなとは思います。はい。で、あとはまあ、ちゃんとケアしといてほしいのは、こういう複数原材料を投入する場合の計算ですね。もうできる方が多いのかなと思いますけど、特にこの製品が増量するタイプですね。過去に何度か出ていますので、ここは確認をしてください。はい。まあ、どちらかというともうね、計算対策に重きを置いてもらったらいいところですんで、まあ、理論対策っていうのはそんなに総合原価計算で、注意をする必要性はないのかなというところです。で、次の6番、標準原価計算。これがまあ、ほぼ毎年出てくると。まあ、今年もね、やっぱり一つの山になってくるかなと思います。まあ、出る可能性のが圧倒的に高いところですね。で、もう何が出るかっていうのはもう蓋開けてみないとわからないところになるので、一通り計算対策はやっておかなければいけないと。まあ、子孫債とか減損債の計算とか、ぶどまり配合債分析とか、あるいは労務費の債分析とかですね、まあ、何が出てきてもある程度基本的なものは対応できるように準備をしてください。まあ、ここはすごいね、時間をかけた方がいいところです。もう計算も理論もこれから対策を取っていくなら、やっぱり標準原価計算ってことになりますね。はい。で、今度。4ページ目ですね。で、まあ、7番の直接原価計算と短期利益計画の策定ということで、まあ、ここは単体で総合問題丸々1問とかで出てくることはありませんので、例えばまあ直接原価計算と全部原価計算の比較をしなさいとかですね、そんな問題は論文の試験では出てこないと思いますから、まあ、総合問題の設問のうちの一つとして CVP 分析をやらせるとか、あるいは最適セールスミックスを決定させるっていう、まあ、こういう問題が出てくるのかなと思いますん で, で特に最適セールスミックスの決定問題については、まあ、共通の制約条件一つの場合はね、特に問題はないかとは思うんですけども、
ここは他の論点と絡めて出しやすいところでもありますので、ケアしといた方がいいかなというところです。理論周りもちょっと見ておいてください。あんまりここは全体としての重要性は高くないところですね。で、次の8番、予算管理ですね。これも長らく出ていないところになりまして、そろそろ出てきてもおかしくないかなというところになりますね。で、どういう形式で出るかはもう未知数ではあるんですけども、出るとするならば、そろそろこういう損益予算の編成とかも怪しいかなという感じですね。損益予算作らせる問題、資金予算作らせるパターンもあるかと思いますけれども、予算編成の問題が何かしら出てきてもおかしくない。で、あとはこういったセールスミックス分析とかマーケットシェア分析とかですね、この辺ですね、予算実績再分析っていうのが、問われるときには必ず出てくるかなというところです。はい。で、次の5ページですね、資金管理というところで、こちらについては結構、受験生の皆さんとしては悩ましいところなのかなとは思うんですけども、昨年度は出ていないと。で、一時すごい連続して出されている時もありましたので、出てきてもおかしくないかなというところで一応丸はつけてはいるんですけど、ただ何をやったらね、確実にこの資金管理の計算問題解けるのかっていうと、それはもう何とも言えないところになりますんで、どうしても現場対応でやっていかざるを得ないものが出てくることになりますから、最悪資金管理については総合問題出てきても、そこはできなくてもね、大丈夫なんだっていう、そういった、一応心構えというかね、気持ちで取り組んでいただくのがいいのかなというふうには思います。ただ最低限ここのキャッシュサイクルの計算とかは絶対できなきゃいけないので、こっちかすいません、キャッシュサイクルの計算ですね、ここは絶対できなければいけないので、この部分についてはね、しっかりと対策は取っていただきたいところかなと思います。もう資金計算書をね、作らせるような問題っていうのは本当に問題作成者によって資金計算書のフォーマットとかも変わってくるので、もう事前の対策がそんなに意味をなさないところになりますから、もうある程度出たとこ勝負で臨むしかないと。もうここはもう受験生皆さん不安に思うところですから、もう最悪できなくても大丈夫なんだっていう気持ちで取り組んでください。で、10番の、文献組織とグループ経営の管理会計になりますけど、ここはね、ここ最近ご無沙汰なところでもあるので、ちょっと出題可能性高まってるかなとは思います。で、この分野に関しては講義内でも申し上げてはいるんですけど、基本的に計算に時間のかからない問題が出てくることがケースとしては多いので、で、資料の分量はそれなりに多いことがあるんですけども、実際に解いてみるとあんまり時間がかからないっていう問題が多かったりするので、ここは資料の多さにね、負けずに、ちょっと恐れずに着手してみた方がね、意外といい点数取ってくるところになりますから、一番最後で出される方は思うんですけども、割と積極的に解きに行っていい論点なのかなと思います。で、もう伝統的なところはね、確実に押さえておかなければいけなくて、この ROI と RI の算定とか、あるいは ROI とか RI に関するですね、理論的な背景っていうのはしっかりと詰めてください。で、あとは直近の担当の本試験で EVA に関するね、理論問題が1問出ていたので、EVA の算定はちょっと今回の試験は怪しいかなと思います。まだ過去に論文の試験ではね、計算では問われたことがないんですけども、一応計算のやり方はね、ケアしておいてください。で、あとは内部振替価格の設定ですね。歯科基準、原価基準による設定、この辺の理論周りについても、詰めておいてください。もうこの辺は伝統的な話になりますからね。もう出てきた時にできる方が多いところになりますから、理論、計算ともに押さえておく必要性が高いテーマになります。ここは割と本命ですね。グループ系と文献組織の管理会計は、今年の試験では出る可能性高いと思ってください。で、次の6ページで、11番、原価管理ということで、原価管理は去年出てるというところで、昨年度その目標原価を算定させて、目標原価を部品別に展開するっていう問題が総合問題出されていましたので、それが平成20年に出て以来、10年ぶりぐらいに出てきたんですけども、その2回しかね、過去にも出たことがないところになりまして、で、原価管理っていうのは総合問題として出そうと思ったら、そんなに論点としては多くないところになりますんで、こういった目標原価算定させて展開するぐらいしか問題の作りようもないのかなとは思いますんで、
まあ、基本は今年の試験では、ね、出る可能性は相当に低いと思っていただいていいかと思います。ただ最低限の理論として原価管理の現代的な体系っていうのは押さえておく必要性がありますので、この丸3番の下から2行目ですね、原価規格、原価改善、原価維持ですね、この辺の定義については確実に答えられるようにしてください。ここはもう答えられないと相当差がつきますんで、ほぼほぼね、問題集の記載の通りに答えられるように準備しておくのが必要かなと思います。で、次の12番、 ABC ですね。まあこれも今年は出る可能性がかなり高まってるかなと。 ABC、まあ、直近の担当でも出ていますし、 ABC は出てくる可能性がありますね。まあ、ABC もそんなに過去の本試験では難しい問題は出ていないので、むしろここは絶対落としちゃいけない問題になる可能性が高いですね。もう過去ね、 ABC 何回も出てますけど、どの問題もそんなに難しくないっていうところで、まあ、合格者はそれなりに点数取ってる方が多い論点でもありますから、まあ、ここはね、割と面倒くさい問題も出てくることはありますけども、地道にやっていけば答えが出やすいっていうところでもありますんで、まあ、積極的に ABC についても取りに行っていただきたいところかなとは思いますね。はい。で、あんまり典型的な理論とかもないので、もうどちらかというと現場で計算した結果に基づいて何か論述をさせるような問題が出てきますから、もう計算の出来不出来で点数がおおむね決まってくるというところになります。はい。まあ、計算できないと理論もね、それに引っ張られることになりますんで、ちょっと怖いところではあるんですけど、まあ資金管理とかでね、時間割くぐらいだったら、まあ、ABC の方をしっかりとね、対策取ってもらった方がいいのかなと。で、次の7ページで、まあ、意思決定会計ですね、業務的意思決定。まあ、ここもちょっとね、何が出るかっていうのはもう蓋開けてみないとわからないところになるので、もう事前の対策も取りようがないところになりますけども、まあ、担当の問題集とかに記載があるね、基本的な問題ぐらい対処できるようにしておいてもらったらいいのかなと。もうあんまり時間をかけないでください。で、次の14番の設備投資の経済性計算ですね。まあ、こちらも今年の試験だと一つまた出てくる可能性があるかなというところで、まあ、去年も出ているところではあるんですけど、まあ、ここはもう毎年出てきてもおかしくないところですんでね、まあ、基本的な対策として、まあ、計算は当然できなければいけないんですけども、設備投資の経済性計算の、まあ、各ね、方法のメリット、デメリットなどをしっかりと押さえておくっていう対策を取ってください。まあ、そんなところですかね。はい。まあ、ちょっと管理会計はなかなか出題予想も難しいところになりまして、まあ、あんまり試験員どうこうっていうのが関係しないところでもありますから、予想してもそんなに大きな意味はないところではあるんですけども、ただこれから対策を取るのであれば、ちょっと他の科目と違ってですね、基本この時期からであれば理論を詰めるっていうタイミングだとは思うんですけども、管理会計は正直理論対策っていうのはそこまでもう膨大な時間取らなくていいかなと思います。というのも、結局去年の試験なんかは管理会計の理論で配点ベースだと40数点ぐらいしか出てないと。で、しかもその40数点っていうのが典型的な理論で構成されてるかっていうとそういうわけでもなくて、そのどっちかっていうと現場で考えないといけないものが出てきていると。もう40数点のうち半分ぐらいは現場で考えなければいけないと。だからまあ点数に換算すると典型的な理論で本当に問題集に載っているようなものが出てきているっていうのは20点分ぐらいしかないわけですよ。でもそこに膨大な時間を割くよりは他の分野の方に勉強時間を割いてもらった方がよほど有意義なのかなとは思いますんで、まあ、ある程度その対策はやっていく必要性はあるんですけども、まあ、全体のねバランスを考えながら、まあ、管理の理論対策についてはそこまでもう膨大な時間はかけないように、もう A ランク論点に集中してそこの精度をね上げていくような作業をしていただく方が、まあ、学習の効率の面でもいいのかなとは思います。だからあんまり手をね広げてやっていく必要性はないと思ってください。はい。まあ、簡単ではありますけど、以上が管理会計についてのお話で、でもう続けて経営学もやっちゃいたいと思いますので、今度経営学のレジュメの方ですね、お手元にご用意ください。で、まあ、1ページと2ページに本試験の形式面の分析っていうのを載せています。経営学はね、ちょっと形式も大事だったりするのでこういったことを載せているんですけども、まあ、見ていただきたいのは直近の試験ですね。まあ、これを一つ参考にしてもらうといいかとは思うんですけど、まあ、2019年の試験っていうのは、まあ、この文章を答えさせる問題ですね、経営管理の分野で。
まあ、これが3行問題が1問と4行問題が2問出ているだけという感じになりますので、まあ、ほぼ書かせる問題は出ていないということになりますから、まあ、あまりここに、ね、時間をかけて対策を取る必要性はないと思ってください。もう出たとこ勝負ですね。で、対策取らなきゃいけないのはこっちの用語問題ですね。用語問題、昨年度は10箇所ね、まあ、用語とか数値を答えさせる問題が出ていましたので、まあ、配点だとおそらく30点ぐらい振られているのかなとは思うんですけども、まあ、ここの用語をね、正確に回答できるような準備をしておくっていうのが普段の対策としては大事です。もういつも言ってることではあるんですけど、経営管理の分野は理解を問うような問題が出てくることは稀ですんで、基本的にはもう知ってるか知らないかでほぼほぼ決まってくるところになりますから。で、しかももう用語で問われるっていう感じなんで、もう理解はそんなにしていなくても、ある程度その用語が引っ張り出せるようにしておけばそれで十分ですから、まあ、あまり深く考えすぎずに割り切ってね、用語の暗記っていうのをしていただくのがよろしいのかなと思います。で、ここ最近の傾向としてなぜか数値を回答させる問題が出ているんですけど、非常にまあ不思議な感じもするんですが、まあ、今年も何かその経営管理の分野で計算問題が出てくる可能性がまああるんですけど、でもこれはもう何が出るかわからないところになりますので、で、出てきてもね、もう現場で考えるしかありませんから、そこでうまいこと回答が出ればいいとは思うんですけど、最悪出なかったとしてもそれでね、落ちてしまうとかってことは基本的にないと。そこができないからね、落ちるとかっていう試験でもありませんので、数値の回答箇所についてはね、問われる可能性ありますけど、できなくても大丈夫なんだっていうね、そういった気持ちで取り組んでください。まあ、できたらむしろ大きなアドバンテージになるぐらいの感覚で取り組んでいただくのがよろしいかなと思います。はい。で、次の2ページ目ですね、財務管理の分野。まあ、財務管理はここ最近は回答箇所が25箇所になっていて、もう1箇所あたり配点としては2点っていう配点になっているでしょうから、まあ、分かりやすいんですけど、もう最近の試験の出題としては、選択肢から何かをね、答えていくっていう一答問題とかで、ほとんどはもう数値を答えるっていう問題になっているので、もう理論対策っていうのはほとんどいらないんだと思ってください。もう計算の理解をするためにね、理論的な背景を詰めるだけで、特別何か理論をかけるようにしておく必要性はないと思ってください。でも、この一答問題っていうね、ちょっとまあ理論的な内容を問われることもあるんですけど、まあ、これももう数字を出す過程で、理解をね、やっぱりしていかなければいけない部分があると思いますんで、まあ、数値を出す練習をしといていただければ、そういった一答問題にも対処できるかと思いますんで、まあ、とにかく、まあ、この回答の数値を出せるようにするっていう訓練をこれから先積んでください。で、もうファイナンスについては、今からでもね、始めても間に合うぐらいの科目ではありますので、ここはまだまだね、伸ばせるところになりますから、現状苦手意識持っている方もいるかもしれませんけども、まあ、しっかりとね、与えられているものをやっていただければ、本試験までには力がつくのかなと思いますので、ぜひ積極的にここは時間かけていただきたいところになります。はい。で、次の3ページ目のところから、具体的な本試験の出題予想を行っていますけど、まず、まあ、経営管理の分野ですね。ここが、まあ、やっぱり気になるところなのかなとは思うんですけど、まあ、今年の試験員の先生っていうのが非常に、まあ、いろんなことを研究されている先生が多くて、基本的にはもう講義でやったところは一通り出る可能性があるっていう感じになります。もうどこが重点的に出るっていうのが何とも言えないところではあるんですけど、ただ、まあ、個人的にちょっとこのミクロ組織論のところでは、まあ、リーダーシップ論なんかがやっぱり怪しいかなと。リーダーシップ論と、まあ、好きな先生がいらっしゃいまして、で、おそらくその先生今年退任されるのかなと思いますから、今年最後に出されてもおかしくないかなというところです。で、一番上の伝統的な管理論、テイラーとかファイオルとかですね、この辺の話っていうのはもうかなりの頻度で出ているところになるので、まあ、今年も出てきてもおかしくないかなっていうところです。まあ、本命ではないですけども、まあ、出てきても文句は言えないところですね。まあ、あんまり出すものもないんですけどね。もうテイラーとかファイオルだと過去にね、何度も出ているところになりますので、もう今更出ていないところで出そうと思ってもかなり細かいところしかね、出しようがなかったりしますから、まあ、出る可能性はね、あるにはあるんですけど、まあ、何出すのかなっていうのはちょっとわからないところではありますね。はい。で、あとはまあこの分野だと動機づけ理論ですね。ここはやっぱり押さえておく必要性がありますね。モチベーション理論に関しては、まあ、いろんな考え方ありましたけども、マズローの欲求段階説、マクレガーの X 理論、 Y 理論とか、
ハーズバーグの二要因理論とかこの辺の典型的なものはね、正確に回答できるようにしておかなければいけないですね。はい、であとは積極的にちょっとね、あの出されるかもしれないというね、用語とか論点っていうのをこちらにまとめてあるので、あのこの辺の用語とか論点については本試験前にね、また重点的にケアをしていただければなと思いますね。はい、で次の2番のマクロ組織論になりますけども、まあ、組織構造とかね、組織文化とかの話になりますけども、あのマクロ組織論の分野ではこの意思決定とバーナードですね、この辺、あとまあ知識の創造理論ですね、ナレッジマネジメントと呼ばれる分野なんかは、まあ、今年の試験でも大事になってくるかなと思います。もうここ最近は毎年のようにあのここが怪しいんじゃないかと言っているところではあるんですけども、まあ、非常にあの今入っている試験員の先生であのここが好きな方が多いところでもあるので、まあ、特にバーナードなんかは試験員の先生で、まあ、皆さん著書出されてますけど、大体半数ぐらいの方はね、バーナード理論については触れていたりしますから、もう本当に出てきても全然おかしくないと。で意外と急に問われるとね、あの簡単なことでも忘れがちなところでもありますんで、本試験前には必ずケアをしてください。案外その本試験のね、緊張感の中だと、まあ、組織が成立するための3要件答えなさいとか、まあ、こういうね、普段だったら簡単に答えられるものでも本試験だと出てこないとかっていうのがあり得るので、ここは確実に本試験直前には見直しをしていただきたいところになりますね。はい、ここは結構怪しいですね。で次の3番企業戦略ですね。戦略論は昨年度も出たんですけども、まあ、ちょうど戦略論好きな先生もいるので昨年度出ているところではあるんですが、昨年度はね、この多角化戦略、その PPM っていうのを中心に問われた形になりますけども、まあ、本年も多角化戦略とか出る可能性がありますね。あとはまあ戦略論の総論的な話、戦略論の総論的な話ですね。まあ、個人的にはこの辺の言葉が怪しいのかなと。まあ、エーベルのドメイン定義とか、アップフレーミングって言葉とか、マーケティングの近視眼という言葉ですね。マーケティングの近視眼なんか本当に怪しいですね。まあ、このドメインの設定絡みの話っていうのがちょっと怪しいと。まあ、エーベルのドメイン定義っていうのが、これまあ、あの、ファット、フー、ハウという言い方をしましたけど、まあ、何を誰にどういった形で提供していくのか、まあ、それを決定することがドメインの設定なんだっていう話がありましたけども、まあ、それをきっちり覚えておくと。でアップフレーミングっていうのは、まあ、これはドメインの定義をちょっと抽象的なものにしていくと、物理的なドメインっていうところを抽象的なドメインに設定していくっていうのがアップフレーミングですね。まあ、そういった教育産業とかっていうふうに、あの予備校業界っていうのを教育産業とかっていうふうにちょっと抽象的な形でドメインを表していくっていうのがアップフレーミングで、このマーケティングの近視眼とセットで出てきてもおかしくないかなと。ドメインの設定っていうのをあまりにもね、狭く設定しすぎたために、まあ、企業経営に柔軟性が失われてしまうことをマーケティングの近視眼って言い方をしたわけですけども、アップフレーミングとセットで出てきてもおかしくない用語ですね。はい。まあ、この辺は、あの、本当に好きな試験の先生入られているので、ちょっと怪しいところです。で、次の4番、競争戦略とマーケティングですね。で、従来マーケティングっていうのが、まあ、試験的にあまり重要性がなかったんですけど、今年の試験についてはこのマーケティングの先生っていうのが入られているので、まあ、かなり怪しくなってくるところでもあります。で、まあ、二重丸ついているところ、このブルーオーシャン戦略とマーケティングですね。ここは怪しいところでもありますね。まあ、ブルーオーシャン戦略はね、名前さえ覚えとけばいいところになるんですけども、このマーケティングの方が結構範囲が広いんですが、まあ、特にこの辺は押さえておかなきゃいけないかなと。マーケティングの 4P とかこの STP 分析ですね。あとはまあこの戦略的な価格決定と呼ばれる分野ですね。まあ、レジュメの方にも掲載がありましたので、本試験前にはまた見直しをしてみてください。で次の4ページのところ、まあ、技術経営と日本的経営っていうことで、まあ、技術経営も今ね、好きな試験員の先生入られているので、まあ、これも二重丸がついているようにかなり大事です、技術経営。いろいろ専門用語が出てくるところなんで嫌いな方も多いと思いますけど、まあ、この辺のオーバーシューティング現象とか、魔の川とか死の谷、ダーウィンの海と、このあたりの言葉ですね、必ず押さえてください。
で次の6番コーポレートガバナンスと企業の社会的責任ということで、ここも両方大事ですね。ここ最近出されていないところでもあるのでしっかりと確認をしたいところで、で特にこの企業の社会的な責任のところはあんまり過去にも出題実績が多いところではないので、いろいろ出しようがあるところでもありますから、ここ最近よく話題のこういう ESG 投資とか、あと SDGs と呼ばれるこの持続可能な開発目標っていうふうに日本語だと表されるものになりますけど、この辺はきっちりとね答えられるようにしてください。この辺が個人的にはちょっと一番怪しいんじゃないかというところではあります。で、あとその他のところ、ドラッカーとかはね、この辺はもう、ちょっとおまけというかね、時間に余裕があれば見直しをしてくださいっていうレベルになってくるので、おそらくドラッカーは出ないかなっていう感じではあるんですが、この言葉だけ押さえておいてください。このインテグリティって言葉ですね。インテグリティ。これドラッカーが唱えた話になりますけども、経営者に求められる役割というか要素として、この真摯さっていうふうに日本語だと訳されるものになりますが、経営者にはそういった真摯さっていうのが要求されますよっていうね、そういったことを表している言葉になりまして、これはちょっと答えられるようにしておいてください。非常につかみどころがない話が多いところではあるんですけども、とにかく手広くねやっておく必要性があるので、広く浅く勉強することを心がけてください。で、次の5ページ目こっちがファイナンスになりまして、ファイナンスはもう範囲が狭いところになりますので、そんなに取捨選択をねしていく必要性もないのかなとは思うんですが、ただ特にやっておかなければいけないのは、この一番上企業価値評価、今年も出る可能性がかなり高いと、もうほぼ毎年出てくると。で、ここの出来不出来で基本的にファイナンスの点数って大きく左右されると思ってください。というのも本試験企業価値評価って簡単なものしか出てないんですよ。で、かなり差がついてます、受験生間で。で、結構そのキャッシュフローの見積もりの部分で間違えてしまう方が多いので、とにかくキャッシュの計算の部分を間違えないようにするっていうのは心がけておかなければいけませんから、何度か検算することは本試験の現場でもね行っていただきたいところではありますね。はい、ここ間違えるとかなり痛いですね。もう芋づる式に間違いが連鎖する可能性がありますから、もうできる方は満点近い点数取れますし、できない方は0点に近い点数になってしまうこともあると、結構怖いところなので慎重に対応してください。で、あとはファイナンスの分野でいうと、この資金調達の意思決定がやっぱり試験範囲的には大事になってくるかなと。 MM 理論とか修正 MM とかトレードオフモデル、この辺は総合問題作りやすいところになりますんで、出てきてもおかしくないかなと思います。で、次の括弧に投資理論の方は、昨年度出ていないこの債券の評価のところ、利回りの計算とか、あるいはスポットレートフォワードレートの関係性とかですね、ドゥレーションの計算とか、この辺は対応できるように準備をしてください。あとはポートフォリオ理論とか市場均衡理論ですね。ここはもう特に市場均衡理論は確実に出るかなと。キャップ M とか、そういった証券市場線とか資本市場線の話っていうのはほぼほぼ確実に出ますんで、ここは必ず資本市場線、証券市場線ともにその定義を答えられるようにしてください。で、最後デリバティブですね。ここはもう先物とオプションですね。スワップについては結構出しづらいところというか、もうパターンが決まっているので、当連でもね 1,2 回出しているかと思いますけど、その問題だけ見といていただければ十分なんで、スワップ取引はそんなに本命ではありませんから、先物とオプションのところをね時間かけてしっかりと見直しの方を進めてみてください。はい、簡単ではありますけど、以上が経営学に関する出題予想ということになりますので、経営学はね、先ほども言いました通り、まだね、1ヶ月、本試験まで時間がありますから、現状ね、ちょっと勉強が間に合っていない方でも、これからの学習次第で何とでもなるところになりますので、ちょっと諦めずにですね、最後まで、粘って、頑張って勉強の方を進めていただければなと思います。はい。それでは、これで管理会計と経営学は以上となりますので、皆さん、お疲れ様でした。すみません、お待たせしました。では始めたいと思います。皆さん試験、当連ですね、お疲れ様でした。もう2日でねやるっていうことですごくお疲れだと思うんですけども、一応直前予想会、15分ですね、やらせていただきます。総税法の東です。よろしくお願いいたします。皆さん手元にレジュメありますね。開いていただいてっていうところで、
このレジュメの、まあ、構成なんですけど、前半が出題傾向、1番といって出題傾向書いてあって、で、後半がまあ本試験予想というパートになっています。で、出題傾向のところはこの前のところですね、直前のなんか勉強法みたいな、のがあったんですけど、そこでお配りしているものと全く同じになっています。なので、まあ、出題傾向と分析に関してはそちらをご覧になったり、まあ、レジュメ持っている方に関しては、全く同じものになりますね。で、傾向として、租税法ってどういう、なんだろう、問題が出がちかっていうと、まあ、やっぱり、計算がメインなんですね。計算がメインっていう言い方はちょっとあれなんですけど、問題作る側の観点から言っていると、やっぱり計算で、まんべんなく聞いていこうというふうに作るんですね、まず。で、聞き漏らしたところを理論で聞くみたいな作り方になることが多いです。なので、まあ、本試験の、ね、試験委員がそういうふうに作っているかどうかっていうのはちょっとわからないところはあるんですけれども、まあ、いろいろ、傾向を聞いていると、なんていうんですかね、まあ、まんべんなく、結果的にまんべんなくなってしまうっていうことですね。考え方としてそういう作り込み方をしているので、まんべんなくなってしまう。だからこの出題傾向のところ穴を見ていただければわかると思うんですけど、理論と計算をなんとなくやっぱ足していくと全部埋まっちゃうじゃんみたいな形になっちゃうんですね。まんべんなく出てるような感じになってくると。だから、まあ、広く浅めの論点、になってくる、そういう科目になってくるっていうところではあります。でも、まあ、逆に言うとですね、メリットとしては一つ一つの論点は本当に深くないので論点なので、まあ、覚えてその通り計算できれば点数になっちゃうっていうところですね。なので、まあ、試験勉強時間もそうですけど、試験時間 も、もう最後の1秒まで、あがける科目ではありますので、そこら辺は皆さん、まあ、もうご重々ご承知の通りだとは思います。で、結局ですね、まあ、この丸ポッチをつけていって、で、まあ、競馬の予想みたいにね、本命大穴みたいなことをやろうと思ってたんですけど、なかなかやっぱり、過去、5年分ですね、予想を立てて、答えを見て当たるかなみたいなことをやってるんですけど、まあ当たったり当たらなかったりっていうところではあります。修了考査の方だと割と実務チックな問題が出るので、もう実務会でホットな話題があったりすると、もうそれが出たりするんですね。ところがやっぱり、皆さん論文式試験受ける、試験はちょっとなんていうんですかね、やっぱりまんべんなくちゃんと基本分かってますかっていうようなところになってくるので、まあ、そういうまんべんなく、問われることが多くなってしまうというような形になってしまいます。まあ、それだとね、じゃあこの時間なんだよという話になってしまうので、あんまりまんべんなく、って言っててもしょうがないので、その中でね、できる限り、まあ、予想を立てていくっていうようなことになりますので、まあ、ちょっと、聞いてみてください。で、ページ進めていただいて、ローマ字の2、縦2のところで本試験予想って書いてあるところまで、飛んじゃいます。一部はですね、その1のところはもうじっくり家帰って眺めていただいて、まあ、ご自身なりに予測を立ててみるっていうのはすごく使い方としていいのかなと思いますけれども、とはいえですね、先ほど、計算がメインという言い方をしましたけれども、受験生の立場から考えたらやっぱりどう考えても、これは理論が大事になってきます。なので皆様の中で、理論をまあ捨ててもしょうがないかなという思うふうに思っている方がもしいるとしたら、そこはちょっと改めてください。まだ1ヶ月以上ありますので、ぜひですね、理論をちょっと補充して、でこの試験用、基準集まだ見てないという方はやっぱりこれで条文を探す練習をしておいてください。過去問を見て同じところを探すだけでもいいです。答え知っててその条文探せるかなって探せるだけでもいいので、ちょっとやってみて、これを使えるようになってください。まあ、それはね、まあ、勉強法になっちゃうので予想とはちょっと違ってきちゃうのであれですけど、まあ、この概要のところですね、概要に書いてある、ところ、は、まあ、この、理論が第1問で問われ、問題1と2が出てる。で、40点ですと。全部で100点のうち40点が理論で出る。で、その40点はどういうふうに出るのかっていったところで、
まず予測、まあ、これはもう過去のデータですので、まあ、予測でも何でもなくて実績ですね、なんですけど、まあ、講義では、ね、全く同じ表を見せているので、ちょっと、講義受けた方、私の講義受けた方は重複しちゃいますが、こうやって見てると圧倒的に理論は法人税ですね、法人税の割合が大きいと。で、消費税はここのところ一問で、やっぱりね、私も作文とかを、するとしたらみたいなことを考えるんですけど、消費税の問題ってすごい作りづらいんですよ。で、消費税の理論ってやっぱ聞きづらいので、この一問体制はしばらく変わらないのかなっていう気はしますね。なので、消費税の理論は変な話切っちゃってもいいんじゃないかという、まあどうせ切るならですね、ということになります。ただ、まあもちろんね、それ一個だけで、ここに書いてあるように、どっちで出るかね、あれですけれども、1問あたり、問題2で出ることが多いので、まあ4点ですよね。4点って言ったら、計算で言ったら4箇所分です。計算は1箇所1点なので、っていうもん、それを捨てちゃっていいのかっていうところは、一つあります。ですね。で、まあ予想、各科目ごとに、一応この本命のところですね、まあ、まあここは硬いよねっていうところは、印刷ベースで、書いてあります。それで、まあ、あとはちょっとどこら辺に注目していったらいいかなっていうところなんですけど、まあ、法人税の理論で言ったら、私は、ここは役員給与。あ、ごめんなさい。役員給与ですね。役員給与。見えるかな。役員給与ですね。それから、特別控除。なんかが、ちょっと熱いのではないかというふうに思ってます。で、あとはですね、理論なので、ここは、海外取引。法人が海外と取引した時の処理方法を通ってくる、なんていうことも、ちょっと考えられるかなという感じはします。で、まあ、あと、ちょっと大穴。勉強に余裕があったり、まあ、ちょっと一発狙ってみるか、みたいな方に関しては、試験研究室ですね。試験研究費、公式めちゃくちゃ難しいじゃないですか。で、難しい中、今年も変わったので、まあ、出てもおかしくはないかなと思いますけど、ただ計算で出すには複雑すぎるので、まあちょっと理論で大穴で出るんじゃないかなっていうところは、ちょっと考えています。で、あとこれとは別に、もう絶対出るっていうのが、組織再編ですね。組織再編が、ちょっと一応見ていただければと思いますけど、3連続で出ちゃってるんで、組織再編はもう、これは理論で1問聞かれると思っていいと思います。計算に盛り込むと結構大変なことになってくるので、これで出ると思います。で、あまり時間がないのでサクサクいきますと、そうですね。なので、組織再編は、ごめんなさい。3回連続で出てます。で、全部でパターンとしては8ですね。大きく分けると8パターンありました。で、それが、実価評価。まあ、税制適格は、母価で、税制非適格なら実価評価っていう考え方ですから、8×2 で16パターンなんてありますけど、3パターン出てますから、残りの5からの1個ですね、出るんじゃないかなという気がしますね。はい。で、所得税の理論。所得税の理論は、まあ、ちょっと、もちろん、この医療費控除、源泉徴収というところが、まあ、計算、理論としてちょっと勉強しておいてほしいですけども、プラスアルファでやるんだったら扶養控除。それから、非居住者ですね。これは海外移住の件で結構問題になってて、税制そろそろ変わるんじゃないかみたいな話がありますので、まあ、ここら辺はちょっと聞かれてもおかしくないかなという気がします。非居住者の租税義務で、大穴で、大穴枠でやるんだったら、生活に通常必要ない資産ですね。生活に通常必要ない資産、通常ないって書いちゃいましたけど、生活に通常必要ない資産のところを、注目しておいていただければと思います。大穴のところはね、あくまで大穴なので、っていう感じですね。はい。で、消費税。
消費税は、まあ、先ほど言ったようにちょっと問題が一問しか出ないところではあるんですけど、ちょっと注目かなと思うのは定額譲渡、定額譲渡ですね。で、まあ、大穴枠でいうとここ簡易課税、簡易課税ずっと出てないのでこれ出たら熱いんじゃないかなという気がします。はい。で、計算の方入りますね。計算の方、こちらはまあ時間内で終わらないです。すごく量が多いので当然終わらないで、理論が重いのでやっぱり理論に時間を使うと計算にかけられる時間ってやっぱり限られてきちゃいます。で、そのまあ、人によりますけど計算時間、計算で終わらないっていうところはもうこれはもうしょうがないので、少しでもただ、分かるところからやっていくっていうことですね。解けるところから解いていくっていうのは、大事なんです。ただやっぱり、なんでしょう、順番にやってっちゃうと全体的な時間を見落としてしまうので、これとこれはもう絶対やるぞっていうのはもう最初に当たりをつけといて、残り時間を気にしながらですね、それでも最後の1分まで、1秒まで、解いていくっていうようなことが、まあ、全体的なコツになります。なので、まあ、解けるところから解くんですけど、まあ、夢中にならないようにまんべんなく解いてくださいというのが、まあ、ここの、話ですけども、計算はそういった意味ではその先ほど申し上げたようにまんべんないところではあるので、外すところですね、外すところをちょっとお伝えしたいなと思います。外してもいいかなっていうところです。ただこれ責任もしませんからね、外したからって出ちゃったらちょっとごめんなさいっていう話になるんですけど、皆さん時間に余裕なくてちょっとここまで少しでも減らしたいよっていう方はどうするかっていうと、ここはまあ試験研究費、理論の方では出るかもなんて言いましたけど、計算の方では外しちゃっていいと思います。保険料、借地権、それから特別償却準備金ですね。まあ、ここら辺は外しちゃってもいいのかなという気がします。で、逆にこう注目するべきところは、まあ、この、講義でもお伝えしている5か、この5つに関してはもう絶対出ますし、このもう印刷してあるやつですね、受取配当の益金不算入とかここら辺はもう絶対出るし、あとはですね、まあ、出た時に点が取りやすいので、ぜひ押さえておいていただきたいですね。で、プラスアルファでさらに またやるとしたら、注目するとしたら繰延資産ですね。繰延資産ちょっと最近出てないのでここら辺で出しとくかみたいなことはあると思います。はいですね。で、所得税の方いきます。所得税はこれはもう皆さん、外しどこ外すって言われたらもうここでしょうっていう感じですね。もう三輪所得、これはもうリアルな世界でも三輪持ってる方ってほとんどいないので、出ないよねっていう感じがあります。で、所得税、じゃあ計算としては一通り の所得税計算をするので、まあ、全部流れとしては出るんですけれども、まあ、勉強するのであれば、所得控除、所得控除の仕組みのところですね。いくら控除されるかっていうところで、まあ、特に扶養とか扶養控除とかですかね、まあ、そういうのを単純にこう、引かせるような問題が出る可能性はあるかなと。はい。あと消費税、消費税で外していいのは、まあ、納税義務者の判定ですね。もうそれこれぐらいしか言えなくてすいませんっていう感じですけど、納税義務の判定、義務ごめんなさい字がの判定、要はその1000万のところですねがどうかというところです。で、まあ、大穴を言うんだったらここは棚卸しさんにかかる税額調整、棚卸しさんにかかる税額調整のところは、しばらく出てないです。こっちの丸ポチでもずっと出てないんですが、ただ、傾向で見るに、まあ、ちょっと出てもおかしくないんじゃないかなというところはありますので、
まあ、ここはちょっと、抑えてて勝て取れればヒーローみたいな感じはありますね。はい、という感じになります。まあ、まんべんない科目ですので、ぜひ一つでも武器を増やして、勉強していただければと思います。では、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。はい、それではですね、監査論の論文出題、論文直前出題予想会、始めていきたいと思います。担当草加です。よろしくお願いいたします。まあ、監査論に関してはね、これなかなか予想は難しいんですが、と言いながらもね、皆さんがどこを重点的にやったらいいかというところを根拠を示しながらお伝えしたいと思います。で、まあ、一つはね、やっぱり皆さん大きいところでやっぱりカム、監査上の主要な検討事項ね、まあ、これは皆さん、どこの予備校でもやっぱり出るかなっていうふうには予想していると思うんですね。で、まあ、確かに、監査基準の平成30年改定と、令和元年の改定、まあ、ここは、まあ、出る可能性はもちろんあると思います。ただね、一方で、カムって監査上の主要な検討事項は実務上は今度の3月期、つまり2021年の3月期から適用なんですね。なので、まだ実務ではね、早期適用以外は実際に適用されてないので、まあ、もちろん出題可能性は他の論点よりは高いですけど、じゃあものすごくね、そこ厚く出るかっていうと、ちょっと個人的にはね、まあ、去年も出なかったですし、今年も、まあ、やっといた方がいいですけど、一番重要とはね、言えないんじゃないかなと思っています。で、一番重要なのはじゃあ何かというとですね、ちょっとこれは、画面映しますが、皆さんは、ここは別にレジュメ配ってません。で、別にここは押さえる必要はないんですけれども、今ですね、監査基準が変わろうとしています。で、また改正かよって感じなんですけども、公開草案が今年の3月23日に出ていて、で、ここで何書いてあるかっていうと、まず1個目はですね、まあ、ちょっと画面上なかなかちっちゃくて見にくくて申し訳ないんですが、1個目はね、その他の記載事項ね、その他の記載事項、つまり、財務諸表とと、これまでもの後、ここ見ていきますけども、財務諸表とともに開示される情報において、財務諸表の表示やその根拠となっている数値等との重要な相違があるときには、監査人が表明した適正性に関する結論に誤りがあるのではないかと誤解を招く恐れがあることから、当該相違を監査報告書に情報として追記されるすることとされていたと、まあ今までもそうなんですけども、その取り扱いが必ずしも明確ではなかった。で、今後その開示のね、充実を図ることの必要性が高まっているということで、その他の記載事項についてちょっと変わろうとしています。ただここははっきり言って論文上そんなに変わるけれども重要じゃないと。だから、まあ、もしね、気にするんであれば追記情報の何らかのところにクローズアップされて本試験で出る可能性はあっても、まあ、その他の記載事項のところはね、今後変わろうとしているんで、ここはそんなに抑えなくてもいいと思うんですが、その後ここなんですよ。ここがね、今度の試験のところでもうかなり重要になってくるかなというところで、ピンク色でね、線を引いたところなんですけども、他方近年の公認会計士監査審査会の検査、これ覚えてますかね。品質管理のところで公認会計士監査審査会のモニタリングっていうのがあって、それとともに立ち入り検査っていうのねありました。で、そこでですね、監査法人の検査で重要な虚偽表示リスクの評価にかかる手続きや特権リスクに対応する手続きが適切に実施されてないとの指摘がなされていると。また会計上の見積もりに関して経営者の使用した過程の合理性の検討が不十分であるなど、重要な虚偽表示リスクに対応する監査手続きが不十分との指摘もなされていると。で、リスクアプローチに基づく監査の実施においてはリスク評価が決定的に重要なので、特権リスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価についてその強化を図ることが必要である、こう言ってるんですね。しかも同時に会計上の見積もりについては適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きが必要だということを踏まえて監査の質の向上を図ることが必要と言っていて、それでですね、その後にじゃあどう変わるかといったところで、ここでね、平成14年、まあ、の監査基準改定で固有リスク、統制リスク、発見リスクの3つのリスク要素と監査リスクとの関係を明らかにし、リスクアプローチに基づく監査の仕組みをより一層明確にした。しかも平成17年の監査基準改定では、監査上の判断がね、財務省の個々の項目に集中する傾向があって、経営者の関与によりもたらされる重要な虚偽の表示を看過する原因となることが指摘されたから、事業上のリスク等を重視したリスクアプローチは導入されて、固有リスクと統制リスクを結合した重要な虚偽表示リスクの評価、財務省全体
と財務省項目の2つのレベルにおける評価の考え方を導入した。これまさに皆さんがね、今勉強されている内容だと思います。で、しかしながら、近年会計士監査審査会の検査結果において、リスク評価及びね、評価したリスクへの対応にかかる指摘がなされているってことに加えて、会計基準の改定により会計上の見積もりが複雑化してるんだと。で、財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価がより一層重要となっていて、しかも国際、監査基準においてもね、特権リスクにの識別に一貫性がないなんとの、まあ、指摘がなされていることからどうなるかっていうと、ここなんですよ。財務諸表全体レベルにおいて、固有リスク及び統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクを評価する考え方は維持しつつ、つまり今までと同じように、財務諸表全体レベルについては固有リスクと統制リスクを結合したリスクで評価するんだけれども、その後、財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクの性質に着目し、重要な虚偽の表示がもたらされる要因などを勘案することが、重要な虚偽表示リスクの適切な評価に結びつくことから、ここです。固有リスクと統制リスクを分けて評価するっていうふうにね、ここの評価の考え方がまた全然変わってくるわけなんですね。なので、今回は、このね、皆さん、まだ、これ、この公開草案というのがまだ確定してなくて、試験員の先生方はね、かなりここに、今、頭がいってるところなんですね。で、なので、ここのね、リスク評価のところとか、リスクアプローチっていうのは、かなりですね、出題可能性高いんじゃないかなと思ってます。で、さらにね、特権リスクについては、固有リスクの評価を踏まえた定義とするということで、このね、一番下で書いてあるのが、監査に、ここですね、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したリスクを特権リスクと定義するということで、固有リスクが最高に高いところを特権リスクとするんだっていう考えが今後導入されるということも考えると、やっぱりね、リスクアプローチ、それからリスク評価、特権リスク、まあ、この辺がね、正直個人的には、今回の試験ではね、第一問、特に第一問では重要なんじゃないかなと思っています。ね。で、さらにここで書いてあるのが、今回の改定にかかる部分を除いて、平成14年とか17年の改定における監査基準の改定についてに記載されているリスクアプローチの概念や考え方は踏襲されている。つまり、平成14年の監査基準の改定全文とか、17年の改定全文は、まあ、ここのね、改定内容を除いては考え方が踏襲されてるって言ってるので、やっぱりね、14年と17年の改定全文、ここがね、今回の本試験の個人的には山だと思ってますね。もちろん、ね、外れちゃったら申し訳ないんですけども、個人的にはこういった根拠、からリスク評価のところが大事ということでですね、あまり時間ないのですいません。今日お配りしたね、レジュメを写していきますが、そういうことで、今回はこのね、まずは一番最初1ページ目からは、これ、論文の本試験の出題実績を18年度からまとめています。で、皆さんね、ロングレ講座についている問題集には、この平成18年の本試験から載っていますので、それをね、参考にしていただければいいんですが、この中でですね、リスクアプローチ関連が出ているところは基本的に二重丸にしていて、もう一度ね、見といていただきたいんです。でも、見ていただくと、平成18年にリスクアプローチ関連出てますでしょ。で、20年にもやっぱり事業上のリスクを重視したリスクアプローチが出てるんですよね。で、23年の第2問、ここでもリスクアプローチ出てるんですよ。で、2ページ目に行っていただいてですね、直近では、28年の第1問ね、ここでもリスクアプローチ出てる。まあ、周期的にもですね、まあ、そういうこと言ったらあれかもしれないですけど、周期的にも、まあ、そろそろまた出てもおかしくないんじゃないかなというところもあって、リスクアプローチ、リスク評価、ね、そういったところの問題は、ぜひね、この過去問についてもよく見といていただきたいなというところで二重丸しています。あとはですね、1ページ目に戻っていただくと、まあ、平成22年の実施論で監査上の重要性が出てます。まあ、この辺はね、基本論点なんですけども、重要性の基準値、重要性っていうのはやっぱりね、最近も、重要ですので、ここら辺とか。あとね、平成24年の第1問で主体論が出てますが、この主体論も最近出てないんですよね。で、出てないから出るってわけじゃないんですけど、ちょっとね、まあ、耳にしたところでは、試験員の先生って、実務に出てから勉強するようなことはあんまり出したくないっていう考えもあるよう、あるの人もいるらしいんですよね。で、要は試験勉強でしかしっかりやらないところを本試験で出したいっていうようなことを耳にすることもあるので、そういう意味ではね、やっぱり主体論っていうのは、本試験以外でなかなか実務に出てから主体論勉強するってことはないので、やっぱり主体論もね、ちょっと見といた方がいいかな
というところで丸をつけています。あとは25年のまあ不正のところね、まあ、この辺なんかは事例問題対策として見ていていただきたいなということで25年の第2問を丸印にしています。であとね、2ページ目のところ行っていただいて、まあ26年の第2問、ここもね、まあ、一応リスク評価とかが出ているので26年の第2問とかですね、27年の、まあ、重要性の基準値のところで第2問、そして、29年の第2問の事例問題、30年の第2問の 不正絡みの事例問題で、令和元年の第2問の、まあ、やはりねここも不正絡みの事例問題で、事例問題はやはりですね、会計上の見積もりとか関連当事者とかね、まあ、そういったようなところも結構ね出ているので、まあ、事例問題を中心に会計上の見積もり森の論点とかも、ね、復習できるので、まあ、そういった意味 で, です、ね、余力のある方は、まあ、最低限この二重丸のところと、まあ、できれば丸印ついたところね、もう書く時間がなければ書かなくていいので問題と回答を見てね、あるいは問題を見ながら頭の中で、こういうこと書けばいいなっていうところをね、思い出していただくとかなり違ってくると思います。はい。で、3ページ目からは論文グレードアップ答練の出題論点と本試験予想ということで、まあ、論グレ答練じゃあどこが山なのかって言った時には、まあ、第1回の第2問の主体論ですね、で第2回の第2問の、まあ、ここは一応カムとかね、まあ、カムというか、監査報告書の話が出てるので、第2回の第2問。で、第3回の第1問が、まあ、実施論のところの手続きと、第3回の第2問の、カムのところですね。で、まあ、第5回の問題1ではですね、第1問では、品質管理が出てます。で、品質管理は、これははっきり言っても、ここのところずっと監査実務上の、もう、どこの監査法人でも、もうかなり頭を悩ませているところなんで、実務家の中ではものすごいトピックなんですよ。ただ、問題としてすごく出しにくいんですね。で、品質管理なんていうのは、ね、事務所の品質管理であれば、品規法1号。で、監査業務における品質管理であれば、環境220を引けば、解けてしまうので、まあ、そういった意味でね、基準を読めば、できてしまうっていうところから出しにくいのかなと思うんですが、まあこの第5回の第1問ぐらいの問題はちょっと、まあ、三角ですからね、余力のある方は見ておくと。ただ第2問のところはこれリスクアプローチですからね、まあしっかりと見ておいていただきたいということで20丸と。で第6回の第2問、これについても特権リスクの話がね、中心に扱ってますので20丸。で、4ページ目はですね、まあ、ここら辺は、第7回なんかは主体論のね、ところで、まあ、これも主体論なので、ちょっと丸をつけてる。第7回の第2問は報告論なので、まあ、これもね、ちょっと監査報告書の記載内容が変わってきたということと、今後の改定にも関連するその他の記載事項について書いてあるので、まあ、第2問丸つけてると。で、まあ、第8回の第2問のこの三角のね、グループ監査は、実はグループ監査って今まで一度も出てないんですね。なので、まあ、ちょっと可能性はあるかなと思ってるんですが、まあ、グループ監査も環境600をね引けば答えられてしまう問題でしょうから、まあ、そんなにここをね取り立ててということではないので三角で、まあ、第9回の第2問はよく出る不正ね、事例問題対策として不正で、公開模試は第1問ね、まあ、株のところこれをまあ20丸にしているということになってます。で、まあ、その観点からね、5ページ目の今度じゃあ、換気法とか、品気法は、どこが大事になってくるのかっていうと、まあ、品気法の1号は三角ですけども、あとね、200はもうこれ常に、もうずっと、ここはもう本当に重要ですから、200。で、220のこれは三角にしてますけど、で、240の不正もね、ここももう、事例問題で何らかの形で出る可能性があるなっていうことで20丸。で、あとは260の、監査役等とのコミュニケーション。ここもですね、地味に出るんですね。監査役等とのコミュニケーションは、大問丸々1問で出るわけじゃないんですけども、必ずね、大問に絡めて、今、昨今、この監査役とコミュニケーションするということが実務上ものすごく大事なので、ここはですね、20丸にしてます。はい。で、それに関連する、まあ、監査役とコミュニケーションを取るということで、265の、ね、内部統制不備に関してのコミュニケーションのところ。で、やっぱりね、315のこの、ね、企業及び企業関係の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価、リスク評価のところと、まあ、330ちょっと飛ばしますけども、リスクへの対応ね。で、まあ、320の重要性。まあ、このあたりをね、まあ、20丸と丸にしていますと。で、501の特定項目の監査証拠については棚卸さんのところだけ読めば、ね、十分かというところで三角、まあ、確認も一応三角ですね。であと会計上の見積もりは丸と、関連当事者三角で、継続企業の前提の、まあ、継続企業のところも、平成30年の改定でねちょっと変わったところなんで丸にしています。はい。で、700、まあ、これ意見のところなんで、丸。701は、
カムのところなので20万。705は、ね、除外事項付き意見なので丸と。で、706は一応ね、これ協調事項とかその他の事項なので三角ということで、まあ、直前これでもね、十分多いかと思いますが、20丸を中心にね、復習よくしといていただくといいかなと思います。で、最後にですね、6ページ目ですね、6ページ目。ここには、今度、監査基準の改定について、つまり、改定全文についてね、予想をしています。で、まあ、ちょっと14年は単なる丸にしてますが、まあ、ちょっとね、余力がない方はという意味で丸にしましたが、まあ、14年と17年はもう20丸でもいいかなと思うぐらい大事なので、正直ね、我々が回答を作るときも、平成14年と17年の改定全文からね、回答を作ることが結構多いんです。なので、ここはね、まあ、少なくとも1問は出るでしょうから、やっぱり、14年、17年ね、は、ここは4読して、必要があるし、丸々大問一問でね、大部分14年と17年の、改定全文から出るって可能性も否定できないのでね、ここはしっかりと。であとはまあ26年はね、ここはちょっと余力がない方は飛ばしてもいいかなと思いますが、やはり30年のね、監査上の主要な検討事項の導入のところとか監査報告書の記載内容のところ、ここはやっぱり20丸ということで、丸してます。で、本当に時間のない方は換気法を読み込むよりもまず先にこの監査基準の改定についてね、ここはしっかりやっていただきたいです。ここは絶対読んで臨んでください。これは本試験で参照できませんので、絶対に読むと。特に14年17年30年はこれを読まないで臨んだら、やっぱりね、皆さん受験生、他の受験生に大きく差をつけられますので、まあ、ここはですね、何を差し置いても 2,3 回ずつはね、最低読んでいただきたいというところです。はい。で、まあ、最後のページはね、これはもう本当皆さんの参考までに、まあ、第1問おそらくね、これ先入観を持って臨んじゃいけないですけども、第1問は理論問題で、おそらく第2問が事例問題の形式は、ここのところずっとそうなので、まあ、ただ第1問からね、事例問題になる可能性もありますけれども、まあ、こういった出題傾向かなとは予想してますね。いつも通りの出題傾向。で、いつも言ってますが、最も大切なのは問われていることに答えるとね。で、全ての問題見た上で、解けそうな問題から回答しましょうと。時間配分大切ですよと。で、難しそうに見えても、知ってる内容から回答できることがほとんどなんだと。で、換気法を参照して答える問題の場合は必要ない部分まで書き写さないようにということね。あと回答形式ね、論述なのか箇条書きなのか、ここも注意してください。で、あと白紙ね、これは0点にしかならないので絶対に避けると。ただ嘘も書かないようにしてくださいということで、これはね、正直1行でもいいです。むしろ1行5行ね、嘘を書くよりは1行のがよっぽどいいし、もっと言うとあんまり関係ないことを何行もダラダラ書くんだったら1行で結論を書いた方がよっぽど点数いいですから、その点もね、監査論はなんで回答欄が埋まらないからって焦る必要は全くないですからね。一行でも結論が書ければはっきり言って合格レベルまで行きますから。過去の受験生の合格者の答案見ててもほとんど書いてなくても合格点いってる方結構いますからね。なのでここは白紙はダメなんだけど、一行で十分いい問題も結構ありますから、無理に時間がない中でとにかくね、埋めようと思って埋めることを目的に回答するのはやめてくださいということね。で、あとは最後にここ、まあ、答案構成とかね、問題文どのぐらい時間かけるか、答案構成どのぐらい時間かけるか、まあ、記述にどのぐらい時間かけるかっていうのは一応目安として、書いておきましたので、ここはね、まあ、多少ずれてもいいですけども、参考にしていただければいいかなと思います。まあ、その他はね、あとは、参考までに読んどいていただきたいと思います。はい。それではね、監査論ちょっと駆け足になりましたけれども、出題予想ね、とにかくリスク評価とかね、特権リスク、まあ、この辺がね、かなりまた、よく出てますけども、リスクアプローチのあたりとか、そういったところを含め、平成10年、17年の改定全部大事になると思いますので、やっといていただきたいと思います。はい。それではね、次、影山先生ですね、に変わりたいと思います。どうも、お疲れ様でした。はい、それではね、最後財務会計論で、まあちょっとですね、時間早いですけども、もうね、早く始めて早く終わった方がいいと思いますので、始めさせていただきます。担当レック専攻士影山です。よろしくお願いします。はい、お手元にですね、一つ、まあ財務会計論レジュメがありますので、こちらの方ですね、ご確認の方お願いします。で、まあ、どの科目もですね、まあ、予想難しいと思うんですけども、まあ、財務ですね、まずこのレジュメとしてはですね、はじめにこのポイントリストのですね、まあ、一覧表を、まあ、5ページまでですね、載せまして、6ページか、すみません、6ページまでですね、載せていまして、で、まあ、優先度というところですね、星が、まあ、1つのものと2つのものがありまして、で、まあ、講義の時にね、使用している、配布している
レジュメ、このポイントリストのランク表と、まあ、少しですね、変えております。まあ、ちょっと予想を入れた優先度で、まあ、基本的にですね、復習のベースっていうのは、いつもですね、講義の時に、配布しているランク表をベースに、復習してもらいたいんですけども、まあ、最後ね、最終確認するときは、一応このですね、最終チェックリスト、今日お配りしたものの星のですね、まあ、特に2つのところはですね、力を入れて、少し、復習をしていってください。ね、多少予想というですね、要素が、入っています。まあ、主観も入っていますけれども、ね、なので、まあ、ベースは普段のランク表ですけれども、最後のね、一周、二周するとき、まあ、少しですね、こちらの、チェックリストを加味して、強弱をつけていただければと思います。で、まあ、予想に関してはですね、6ページですね、6ページの下に載せておりますので、ちょっとこれについて触れていきたいと思います。6ページの下ですね。はい。まあ、出題予想ということで、まあ、基本的に、第5問は、やはり連結回帰の総合問題っていうのがまあ想定されますので、まあそれに関する記述は、まあほぼ間違いなく出るのかなということで、まあこの20丸のところですね、連結企業結合、事業分離、まああとのれに関してですね、ここに関しては、もう何が出てもおかしくないので、まあポイントリスト、後半ですけれどもね、22章から連結会計始まっていますけれども、まあそこから先は、もう基本的にはどれが出てもおかしくないと思ってください。で、計算と、まあ、絡んでの出題になりますけれども、昨年の論文試験はですね、まあ、確かに計算と絡んでましたけども、ね、ただその事業分離の会計処理ですね、理論絡めて説明する問題、大問っていうか大きなね、総合問題とは独立していましたので、完全に。だから大きな総合問題ができなくても、その事業分離が分かれば、理論は書けたので、その大きな総合問題が全然よく分からないと。ね、で、タイムテーブルもうまく書けないからといって、他のね、理論、計算と絡んだ理論が解けないとは限らないので、そこは、ね、ちゃんと見極めてくださいね。まあ、大問の大きな総合問題と絡んでいるのかいないのか、ね、独立している可能性も大いにあります。ね、はい。まあ、今日の模試なんかもですね、独立している問題、出しましたので、別に総合問題できなくてもね、独立して、まあ、理論と計算絡んだ問題ができる場合がありますので、そこは注意してください。はい。というところと、あともう一つですね、やはり多くの方が着目していると思いますが、まあ、収益認識ですね。収益認識に関しては、まあ、やっぱ重要性は高いのかなと思います。で、まあ、新基準ばかりに目が行きがちですけれども、まあ、本年度のね、本試験は、昔のルールをですね、出題できる、ね、まあ、まともに出題できる最後の年度になりますので、まあ、その実現主義だとかね、そういうところも、確実に、抑えておくようにしてください。まあ、おそらくその新基準だけが出るということはないと思います。ね、両方とも、まあ、古いルールと比較してっていう流れにですね、なると思いますので、まあ、出るんであればね、両方ともというところなので、古いところですね、実現主義。あと、まあ、概念フレームワークだったら、リスクからの解放。そして、ま、新基準の、ま、履行義務充足。ね。まあ、そのあたりの関係性というところをですね、必ず、見ていくようにしてください。ね、はい。で、まあ、その下ですね、丸というところで見ていくと、金融商品リース包括歴固定資産系というのが、まあ、その下ありますけれども、うん、まあ、金融商品はですね、まあ、ライボーが21年で廃止されるんで、まあ、それに関して少しヘッジ絡みが、まあ、少し熱いかなというのはあります。ね、なので、まあ、金融商品ってざっくり書いてありますが、まあ、特にヘッジのところはですね、注意をしていくといいと思います。ヘッジ系ですね。はい。で、リースは、まあ、ね、これはまあ、昨年からですね、アメリカで、まあ、リースの、ね、新基準が、使われていると、ね、適用されているということから、まあ、ここ数年はね、もうトピカルになるので、まあ、リースも何が出てもおかしくないかなと、まあ、昨年出てますけれどもね、まあ、引き続きリースは、まあ、注意が必要と。で、包括利益については、まあ、これは連結に入れてもよかったんですけれども、まあ、計算理論ともに、まあ、これはもともとね、厚い論点というところですから、まあ、連結が出ている中で包括利益が、例えば第3問の計算出てもおかしくないので、まあ、包括利益は包括利益で別途ですね、まあ、計算も含めて、できるようにしておいてください。まあ、理論はね、そんな論点としては少ないと思いますけれども、ね。はい。で、最後ね、ちょっとざっくりと、この固定資産系とありますけれども、まあ、固定資産系は、まあ、これもここ数年の話ですね、公正価値評価というですね、まあ、新しい、こう、基準を作ろうかどうかっていう流れがありますので、まあ、その中で、まあ、いろんなね、資格試験を見てると、やっぱ固定資産の論点とかよく出ています。なので、まあ、資産除去債務、減損会計、昨年度両方出てますよね。資産除去債務、減損会計も。ね、なんで、まあ、固定資産系ってちょっとざっくりしてますけども、まあ、ちょっと資産除去債務、減損、そして、まあ、伝統的な、ね、固定資産の話も含めて、ちょっと意識はした方がいいかなと思います。ね、はい。まあ、あとは、その下ですね。まあ、ちょっと大穴的なものですが、まあ、大穴ってことじゃないですね。まあ、ストックオプションなんかは、まあ、これも実務上やっぱね、報酬、ガバナンス系ですね。そういうのはすごくですね、トピカルになっていますので、まあ、昨年も出ていますけれども、昨年から引き続き、まあ、ちょっと重要性は高いのかなと。
思います。また親子会社間でですね、ストックオプションのやり取りする問題っていうのは、まあ論文だとそんながっつりとは出ていないので、まあそこはちょっと注意かなと。で、担当でこの前一足出ましたけれども、まあ親子会社間のストックオプションなんかは、注意が必要かなと思います。で、まあセグメントに関しては、まあここはちょっと私がただこだわってるだけであって、毎年毎年ね、この予想会でセグメントって言っていて出ていないんで、今年もとりあえず出るまで載せるっていう決めているんで、それで載ってると思ってください。ただ、どの学校の受験生もセグメントのところもがっつりとやっていますから、概念フレームワークと含めて、ここはもう、ただ書けるんじゃなくて、精度高く書けなければ差をつけられると思ってください。もうね、典型ですから、ね、みんな対策は立てているんで、ね。なんで出たらもうかなり精度高く書けるようにしていく必要がありますと。はい。で、まあ、大穴の最後のところが、まあ、会計上の変更と誤病の訂正で、まあ、ここは見積もりのね、開示の基準が公表されたことに伴って、まあ、少し厚いかなと。で、その新しい基準の内容自体は基本担当論点なんで論文に出るってことはほぼないんですけれども、まあ、そのね、会計方針の変更の趣旨だとか、見積もりの変更の話だとかですね、まあ、そういうところは一通り基本的なものについては書けるようにする必要はありますので、まあ、あんまりですね、論文の記述ってないと思いますが、一応ポイントリストでですね、会計方針の変更とか、あと誤病の訂正、見積もりの変更、ね、まあ、見積もりの変更は会計方針の変更とね、区別することが困難な場合だからみたいな、ね、経済的便益の消費パターンの変更みたいな、そんなフレーズがあったと思いますんで、まあ、そのあたりは一度確認はしておくようにしてください。はい。まあ、これが論点的なですね、まあ、予想になります。で、少しですね、このポイントリストの、中、一部ですね、見ていきたいと思いますんで、ちょっと初めから、ざっとですね、なぞって、重要なところは、もう一度チェックなんかをしていきます。ですか ?25 本までですね。はい。まずね、やっぱ第4章の損益会計ですね。ここに関しては、収益認識に関する部分が、まあ、特にですね、重要性高いですから、まあ、カップ販売なんかはね、これ4の10ですけれども、ね、カップ販売なんかは実現主義に照らし合わせる場合、リスクからの解放に照らし合わせる場合、そして新しい基準の考え方に照らし合わせる場合って3つぐらいで、ね、全然その問題が一気に作れちゃいますから、それを比較させる問題っていうものが面白いと思いますので、まあ、このあたりはね、3つ実現主義、リスクからの解放、新基準、ね、照らし合わせて、見ていただければと思います。はい、ね、あと大事なところはとにかく星が2つでありますので、ね、まあ、直前回すときには目安にしてください。で、あとはですね、まあ、さっきお伝えした第8章ですが、会計上の変更ですね、誤病の訂正、そのあたりが8の20とか8の21にありますので、まあ、多分ね、普段あんまり意識してないと思うんですね、このあたりってポイントリスト的には。でも一応ね、押さえておくようにはしてください。8の20とか8の21ですね。はい。まあ、あと、で今言ってないですけども、SS なんかもですね、やたらに、ね、論文出てくるんで、8の14ですね。SS なんかも、まあその、予想のところに上がってないんですけれども、確実に抑えていく必要はありますね。SS の記載項目の範囲と、ね、表示方法の違いとかね、重要でしたから。はい。あとは、固定資産のところで、やっぱのれんがあるんでね、10の14とか10の15。のれんはのれんで、もう何が出てもおかしくないですから。もう常に毎年のれんは、本命ですからね。のれんは何が出てもおかしくないんで、っていうところと、あとは、まあ担当にも出てましたけれども、投資不動産に関してですね。まあこれも固定資産系に含まれますけれども、投資不動産。当連で出題しましたが、正直あんまり出来が良くなかったかなと。もっとできてもいいと思ったんですけども、ね、ただ、そこまでできてなかったので、投資不動産に関する理論ですね。もう一個しかないですからね。取得原価で評価するか、時価で評価するのかっていう、その考え方を、まあ、ちゃんと書けるようにはしてください。はい。で、まあ、リース幻想なんかも何が出てもおかしくないんで、まあ、ここはもう、まんべんなくというところですかね。で、ページめくって、あ、すみません、一個ですね。研究開発ですね。研究開発の社内開発に関する考え方。まあ、この辺もですね、ちょっと、まあ、熱いところではあるので、まあ、もしでもね、これに関しては出てましたけども、ここも、押さえておくようにしてください。で、ページめくって、まあ、金融商品がありますが、まあ、金融商品は、まあ、ヘッジですかね。とりあえず、ヘッジのところ。15-5678 かな ?15-5678。で、ヘッジのところはですね、論文の講義でそこまでですね、がっつりやっていない部分もありますが、一応、マーカーは引っ張ってありますので、マーカー部分はしっかりと押さえておくようにしてください。はい。
で、あと退職給付、まあ、これもですね、もう何が出てもおかしくないというか、ここ最近ね、もう数年はずっと、まあ、目玉論点でもあるんで、予想の中にはね、もうあえて入れなかったですけれども、うん、ただまあ何が出てもおかしくないんだと思ってください。結局、イファースト日本のね、考え方が乖離している部分ですから、数理計算上の際なんかはですね、もう、いつ出ても、そして何年連続で出てもおかしくありませんと。はい。で、ストックオプションが19章。で、ストックオプションは19の、1にね、親子会社間のストックオプションのやり取りの論点が入ってますので、まあ、そこは見ておくようにしてください。はい。で、ちょっと税効果一つ。税効果も別にその、とりわけ出題可能性が今年高いかって言ったら、まあ、それは、個人的にはあまりその出題可能性自体は、税効果っていうのはあまりないかもしれないと思ってるんですが、ただ表示ですね、27。これまだ表示方法が変更されたから、この理論って出てないんですね。繰延税金さんと繰延税金夫妻が、以前は流動と固定、どっちにもですね、区分される余地があったんですが、今、固定一括ですよね。で、それに関する理論がまだ出てないので、まあ、ここはちょっと注意が必要ですね。はい。あと22章以降はもう連結会計、企業結合ですから、まあ、さっきもお伝えした通り、22章以降は計算と絡んで、ね、まんべんなく、ね、抑えていくようにはしてください。はい。まあ、ね、非常にざっくりですけれども、このあたりが、まあ、特に注意をしていかなければいけないところかなとは思います。で、まあ、あと7ページはね、過去の出題実績を載せていますので、まあ、別にこれはもう参考までですね、グルダップ講座の中でもこれらのですね、出題実績は載せていますので、まあ、その部分は参考ですね。あんまりまあ山を張ってもというところにはなりますので、まあ、これも参考程度と。ただもう講義の中でもね、何回もお伝えした通り、まあ、とりあえずその第3問の計算、ここでやっぱ落としちゃいけないというところですね。第3問の計算で落とすと、まあ、かなり痛いですから。まあ、昨年の論文を受けられたことが、受けられた方は、まあ、昨年のリースはね、ちょっと難しかったですけれども、ただ、それ以外は、今の形式になって、まあ、平成27年に今の形式になって、5年経って、で、5年経って、第3問って、まあ、注文形式のものが2台ずつなんで、2台かける5年で10台出ていますが、去年のリースぐらいですね、難しいのは。だから、あとの9台は基本簡単なんですよね。だから、そこで落とすと、差をつけられてしまいますし、やっぱり、合格できなかった方のですね、通知書なんかを見せてもらうと、まあ、第3問の計算部分があまりできてないっていうパターンが結構多いので、まあ、そこはね、今一度その個別論点最後にね、テキストでいいので、網羅的に復習はしてください。ね、はい。あとは第5問はもう連結総合ですから、ね、まあ、できるだけ部分点を取っていくと。まあ、レベル感としてはどういう問題が出るのかっていうのはそれはわかりませんが、まあ、27年とか28年っていうのはかなり難しい問題だったので、ほぼ空白でも空欄でも、合格できましたが、ここ3年間ぐらいはですね、レベル感としてはそんなに難しくありません。ね、まあ、簡単でもないですよ。そんなにね、その7割、8割楽勝に取れるって問題ではないですけれども、ある程度部分点を拾っていかなければ、厳しかった問題になりますので、まあ、そういう問題であれば、当然ね、部分点を拾っていく必要性が出てきますので、まあ、粘ってね、粘ってやっていくというところですね。はい。で、あとはですね、まあ、最後に。まあ、今5年間出題形式は同じと言いましたけれども、出題形式は変わる可能性は当然ありますから、ね。過去の会計士試験を見ても何回も出題形式の変更を繰り返していって今に至っているわけです。どっかのタイミングでは出題形式の変更っていうものがあるわけですから、絶対に。ね、この先未来永劫、今の形式が続くとは限りませんし、多分続かないと思います。どっかで切り替えのタイミングがあって、それが今年でもおかしくないんですね。だから、形式が変わった時に今びっくりしないってことですね。条件はみんな同じですから。まあ、一応三大構成ってのはさすがに変わらないと思いますけども、やっぱ第三問が全部理論とかね、総合問題が一台も出ないとか、ね、計算と理論の割合が1対9とかね、そういうことも考えられなくはないわけですから、まあ、その時にですね、まあ、気持ちを切り替えていくと。ね、なんで条件は同じですから、まあ、どうね、形式が変更されてもいいようにね、柔軟に現場でね、少し落ち着いて、ね、もし変更されればね、落ち着いて、まあ、どっから解こうかなと、ね、考えていくようにしてください。で、あとはですね、第5問ですかね。まあ、これ形式がね、従来のままっていうことを考えると、第5問で、まあ、毎年1台ぐらいは、基準集を写経して点数取れる問題がありますから、まあ、当連解説なんかでもよく言っていますけれども、なんとかの会計処理を説明しなさいっていう問題が出てきたら、まあ、まず基準集を見て、基準集に載ってる処理であれば、基準集のまま書くのが絶対点数一番高いですから。ね。で、基準集に載っていなかったら、あとは自分の言葉。なので、まずね、会計書に説明って言ったら、基準集をとにかく参照してくださいっていうことと、まあ、理由は一言でいいから書いてくださいと。ね。会計書の説明っていう処理だけ書く人いますけれども、一応論文だとね、趣旨が重要になってくるので、ね。まあ、本当に行数がね、一行ぐらいしかなくて、処理しか書けないんだったらしょうがないんですけれども、多少ね、行数があるんであれば、必ず理由一言でいいから触れてくださいと。ね。
はい、そこはね、注意をしていただきたいなと思います。ね、まあ、あとはね、監査論の最後に、ね、日下先生が言ってた通りですね、まあ、空欄はダメだとかね、すごいいいこと言ってたので、まあ、監査論のレジュメのところ、まさにその通りだなと思いますので、まあ、嘘は書いちゃダメだけれども、とにかくね、行数を埋めてもしょうがないんでね、嘘を5行書くんだったら、本当のことを1行書いた方がいいので、ね、まあ、そんなに埋めるっていう意識は持たなくてもいいです。ね、それはね、ガラガラの空白よりは埋まっていた方がいいですけれども、まあ、基本的には内容で決まりますからね。なので、まあ、埋めるって言ってもですね、無理して、埋めて、で、前半いいこと書いていたのに、後半ですね、変なこと書いたから、前半いいこと書いていたものが台無しになるっていうことも可能性としてありますので、ね、だから無理して埋めるんだったら次の問題に移っていった方がいいかなと思います。ね、はい、ということでですね、まあ、今年は論文式試験2日間でかなりですね、まあ、精神的にも体力的にもですね、辛いと思いますけれども、まあ、条件はね、もうみんな同じですから、なんとかね、今までの成果っていうものを出し切って、そしてね、まあ、合格をつかんでいただけたらなと思います。はい、で、まだね、本文版まで1ヶ月あります。で、1ヶ月あればですね、全然伸びます。まあ、特に初回受験生の方は、まだ伸びしろは無限大ですから、もうね、なんとか最後の最後までですね、粘って粘ってですよ。まあ、最後はね、本当にポイントリスト財務だったら暗記して、ね、赤の部分と黄色の部分暗記して乗り切れる部分もありますからね。もう試験当日、試験終わった瞬間に全部吐き出してもいいので、とにかくですね、もう粘り強く暗記をしていくようにしてください。はい、それでですね、予想会財務会計論は以上となります。お疲れ様でした。